まゆかの教えてあげる。今週はお盆の方も多いのでは？そんな時こそ競馬場へ行こう。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな様子を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。関谷記念は殺種馬の活躍が目立つから、今回はあかりさん派のタイムを重要視してデータ予想してみようっと。サマーマイルシリーズ首位のスマートオリオンに待ったをかける馬はいるのか。関谷記念本命は1枠1番里のギャラントになりました。そして対抗は8枠11番エキストラエンド、3番手は5枠5番カフェブリリアント、4番手は6枠8番アルバタックスという予想結果になりました。ということで関谷記念のデータ予想の結果は本命1枠1番里のギャラントになりました。昨年3着の注目馬、新潟コースは4戦して全て5着以内と得意の舞台で重賞初制覇に期待します。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。